ましたか。勝ったのは4番、佐藤愛。
外から群然伸びた2番のエグレムリ、そして内側からバックをセットでラスト、この2頭一歩も離れていますが、わずかに2番エグレムリ2番手に上がったでしょうか。その後4番手ラスト、ダンジュさんエピローグと10番のバストリン、しかしその争いを知る目に4番のサブの間鮮やかに差し切っていきます。1着は4番佐藤愛、2着2番エグレムリ、3着7番セッタレダースト、4着10番バスコリ、5着10番エピローグで確定までお待ちください。芝の 2000m16 頭で争われます。あんまり離れます。スタート。
が新品スタート後方揃いました。3番コンサートマジックコアラという3番後方バイが1番出ていきます。さらに次は5番のグラグで6番アルファミリー7番のネトセラ、横に4頭が広がります。その後ろ外に11番のツーさんがいて、それをかわす14番の湘南アデイ、一気に前の3頭に迫っていきました。そしてその後ろ5番手に13番ハイエスティーブ、その内に並ぶ3番ホーホーバニラで1コーナーを回ります。ただ今ったのは5番のグラグでリードは1番手に2番手6番アルファギリ、それから1番手に3番手に7番のメトセラ、1番手に内から11番のツーさん、それに先行14番の湘南アデイに並っていきます。1番手に離れて13番ファイエスティーブ、外から上がって向上点、そのうちに7番3番5番残り400を通過、さらにマイクシーが3頭が広がってメトセラガスの直後、さらには外からガスランドフルドを追ってくる、そしてその後ろバトンの外からオーバーバリカが上がってくる。さあ残り200を通過して先頭は14番湘南アデイブ、8番フラットボール、その外から3番のオーバーバリカ、外からオーバーバリカ一気に離れて間が1000番のゲームバッジ、2番手のインワーフラットグランドノールドの2番手がトイス1000ゴールイン、勝ったのは3番オーバーバリカ、外から突き抜けました。悪女横山のり記録集、今日は7レース8レースこの12レース非常機会3連勝です。2着から問いが2等接戦、2番のゲンパチ武蔵と8番のグランドグロー、グラン